てリスクを引き受けて羽ばたくのさ眠れず勇者よ目覚めろ昔のこと、七つ揃うとシェンロンが現れ、願いを叶えてくれるというドラゴンボールがあった。孫悟空はドラゴンボールをめぐる大冒険の中で強く成長する。時は流れ、ドラゴンボールをめぐり、さまざまな強敵たちが現れようとしていた。地球を守るため、ドラゴンボールを守り集めるため、孫悟空は戦いの中へと身を投じる。願いは一つ、もっと強いやつと戦いたい。カカロットがいるというのはこの星か。ああ、ドラゴンボールというのもこの星にあるに違いない。まずはこの星の人間どもを栽培マンたちで掃除しておくか。この土ならいい栽培マンが育つぜ。ラディッツ、お前はカカロットを探せ。俺はドラゴンボールを探してフリーザー様に届ける。ああ、わかった。
いただきに来たのさ。この星のやつらを皆殺しにしてからな。貴様も手を貸せよ、カカロットよ。ドラゴンボールを何に使うつもりだ。そんなことはどうでもいい。貴様もフリーザ様のもとに来い。フリーザっていうのがおめえらの親玉か。ほら、そのやつのとこなんか行かねえ。
Oh.